はい。販売は先生です。現在ですね、時間がこうですね、こうなってます。2020年ですね、6月23日16時54分ですね。それでね、家の方をこれね、これを選びました。8ピプスの 90% 以上、6個以上の取引。3つしかないですね、この通貨。他ありませんよって赤で文字ブリブリしてるんですけど。これはまだね、これはまだ一本もシグナル出てないんですけど、これ見るとね、シグナルがね、2本勝ってるんですよ。で、10勝0敗。ね、これから2本勝ってるんですね。8ピップスの誤差なんで、8ピップスの誤差で、これが確実に2本勝ってるんで、高めでね、6個以上。これ10個もあるんだけど、どうかな。この2つだけになるんだよね。8個とか10個のセットだとね、この2つだけになると、こっちが今度抜けるんだけど、どうかっていうですね。で、僕はこれ消しちゃいますね、これね。出ないから。ねえ、社会じゃないけど、今殺人犯、警察がグリになって捕まえないんだよね。そういうのは、ひどくて。で、警察も犯罪がひどいから、言うこと聞かないからね。で、身代金みたいな女だけど、言いたいこと言わせね、言えないんだよ。実際のこと、わざと間違ったこと言わせないと。身の代金じゃないけども、やってくるんです。やってきてるんですね。だからめちゃめちゃこっちだ。ちゃんとした話ができなくてね。で、これ見るとこの3つなんだけど、これ出てないんで、1個も。これだけなんですね。で、これ見るとね、ここで勝ってるし、今日ね。いいですね。で、昨日、ここで勝ってるんですよ。この4、5メートル。ここで勝って、昨日勝ってですね。月曜日だから今日。火曜日だから。で月曜日だから2個勝ってるんですね。ことこう。だから 90% 以上、6個以上の取引。まあ10。これで全体見ると8個以上なんだね。これ6週間分なんだね。これは設定した時の日曜日の。こちらが、ここに行ってるんで、今も脅されてね。まあ、殺人犯全然捕まえないし、だから見てて殺人してても捕まえないんだよね。裁判所って警察ブルだから、警察はマフィアだからね、人間たちの考えで動いてる、ね。人間たちっていうのは、まあ、汚い、超肉食生物だから。これは出てんだよね。だから、今週いっぱい終わればわかるんだけども、
親父の毒殺もね、犯人2回目の母、被災なんで、ハンマー被災なんだけど、捕まえないよね。全然。警察がね、基金をしないんで、ね、で、親父毒殺で殺されてんだけど、で、親父はまた、信頼してるから全然ね、そんなこと言ったら殺すぞっていうようなことで、最後まで言ってたから、やられてるってこと言ったね、お前なんていうこと言うんだって言ってたね。親父が自分でやられてるのに、私はやられてるからね。もう50年間ぐらい麻痺ですよ。水銀入れるんですよ、食事の中に。で、うどんでね、入れられて千万人の大学に聞くんだけども、その犯人がまた2回目の歯が持ってくるんだよね。救急車に。で、みんな協力してるね。それで、妹も姉も共犯だから、捕まったら死刑なんだよね。家族が共犯だからね。遺産相続の揉め事だから、僕に与えないためにって怒って、ね、家族が怒って、2回目の母が、ね、最後の、どん締めの毒殺。警察何も捕まえないの。遺産はね、制度上げられたから、全部私の遺産が来るんだけども、姉にも妹にも行かないんだけど、母にも行かないわけです、2回目の母ね。僕も身の上じゃない、あの母じゃないから。で、全部こっち入っても同じだからね。分割した金額と同じだから、それはいいんだけど、毒殺はダメですよ、兄弟の。家族の僕以外の人が全部犯人だからね。死刑ですよ。遺産相続で毒殺したんだから、物事で。で、遺産ね、全部こっちに長男の僕にね、男の長男ね、憎かれるのが嫌だってことで殺してるわけですよ。で、バックも共犯だ、人間たち全員共犯だからね、押してきてるからね、殺せって殺せってきてるからね。で、そういうふうにこの今度設定をしました。で、こういろいろ設定あるんだけど、スプレッドは8ぐらい誤差取んないとダメかもしんない。他ちょっと見てみようかね。ちょっと時間消すよ、邪魔だから。それで、この画像も消すよ。それでね、なんかじゃあ、ちょっとやってみるね。これで、16通貨使えるから、ファイナルオプションね。で、FX とも同じ投資ですね。全部ね、スタート遅いんで、設定外しまして、全部。で、こういうね、お金なくなっちゃったなぁ。で、これでね、どれがいいと8ピップスがいいけど、6ピップスで見てみるかな。6ピップスの90以上。これではどうかなぁ。
とか一番上にしといて見やすくね。6つの記事、これではどうかな。これ出てこないね。一回負けてるね。どの設定がいいかだよね。これ今週中に分かるから。いつなのかな。で、こう出てきましたね。で、ないのはちょっと消しておきましょうかね。絞った方がいいのかって言ったってシグナルが出ないし、こうですね。今、こう、6% の誤差の 90% 以上。これはまだ出てないんです、信号がね。これは出てるんだね。これは平気だ。これは前のが消えただけだから、これ消滅落ちてるけど、平気。このとこ見てると、ね。ちょっと待ってね。これ前の勝ってるかな。昨日の。あ、勝ってるね。ほら、一回勝ってる。消えただけだから OK。ね。勝ってる勝ってる。ここで勝ってるから。ね。今日火曜日だもんね。だからいいんですよね。これは、これ99、99だ。これね、この勝率勝ってても、この勝率落ちてても、前にあったやつが消えてるだけ。ね。そういうこと。で、これはないね。これはいっぱいしてるんだな。これ昨日いっぱいしてんのか。これだ。これいっぱいしてんだな。ね。いっぱいしてるから、ここで2個買ったけど、1個しか買ってない、ね。これは買ってんのか。あ、勝ったね、これ。ここで勝ってる。昨日勝ったね、これ。それで勝ってる。で、これ負けてるんだよね。こうだね。これ負けてるんだよ。だから、これとこれはチャラだね。これは、どうしてない。チャラで、1個負けてるから。結局1個しか勝ってないんだよね、これね。今週ね。この分で1個。これ負けてる。これとこれで いっぱいと1回勝ちでしょ。いっぱい負けでしょ、これね。これ2回だから、これ引いて1勝しかしてないんです、今週。これだとね。だからこれ2個でこれ負けてる。これとこれが1勝、1勝と、これか。負けね。これでこれでしょ。だから、3勝2敗なんだよね。ちょっと別の他の見てみよう、ちょっとね。
ちょっと今日買い物に行かないといけないんだろうね。なんか、まあ、どうしたかな。それでこれでしょ、8ピップスってやったから、これ12ピップス、10ピップスってやったらどうかな。これ、12ピップスってこれなんかあんの ?90% 以上。12ピップスの 6個以上でなんか出るんじゃない?これ出ない?出るね。これ仕事は出てないね。これは最強だね。まだ出てるけど、これ仕事は出てない。あ、これ出てね。勝ったね。まあちょっと全部封じておきます。出てんね。12ピップスがいいかな。最高値ね。え ?85 しちゃった?まあ 85% 以上かな。90% 以上の積みだったんだ。12ピップスの 85% 以上がいいね。これやったらどうだ。それでこれね、ないのはしょうがないから。で、これ、これはないですよ。これは勝負。勝ったのかな。ここで勝ったんだな。昨日ね。これは一勝でしょ。これはない。これは一勝一敗か。あ、一勝一敗だね。これは一勝一敗だったと。これ勝ってね。勝つだね、これね。で、これだと。ということだね。二つこう。一勝一敗と言ったから、これだと、これ一個勝ったでしょ?これ一勝一敗だからで、これ勝ちでしょ?てか、これ二勝一敗だね、これ。こっちの方がいいね。この設定の、このインジケーターがいいね、このインジケーターがね。このインジケーター。ファイルメール。これは一勝一敗だったけど、これ勝ってるし、これ勝ってるよな。86、85以上がいいのかね。ね。6以上か。85% 以上の6以上がいいみたいなね。ちょっとこちらも気を取っておくね。キャンいたの?うん。どういうことだね。まあ、これだったかな。ちょっと書き換えていて。それが一番いいんだね。これ
ちょっと85の6個以上の12ピップスがいいんだな。12ピップスがいいの。こうでしょう。この怖いね。ガチャガチャじゃないんだけど、これ。幸いかかってるけどね。ガチャガチャでしょ、これ。これはいいんだね。ああ。まあ、状況見てくね。これ、一番いいのはこれだね。これ記録残す。どういうことかね。でもうちょっと最強で見てみるとどうなんだろう。ね。ちょっと落ちてるね。他の知らない猫はうちの猫の餌食べに家に入ってくんの。今コロナが流行ってるから他人から伝染しちゃうんだよね。ベッドから。少しぐらいはいいんだけどさ、ペット用のあの扉が家にあるから、そこから出入りしちゃうんだよね。でね、それやっとくから田舎だから猫を糞掃除しなくていいの。庭でしてくれるから勝手に。ねえ、いい子ねえ。都会だとベンチを用意しないといけないでしょ。それ必要ないの。90% 以上ね。これでやったらどう ?90% 以上。もうこうね。90% 以上。ない?あ、で、あるはずなんだ。1個だな。ええ、これ、負けてんだよな。一生いっぱいなんだよ、これ。一生いっぱいだよね。1個しかないか。1個しかないね。がっかり、これ1個しかないな。僕、するとこ一生いっぱいなんだよね。これは一生いっぱいだ。これね。こことこうだからね。一生いっぱいだ、これじゃ。これじゃダメだね。だから今週これでやってたら、
ティッシュいっぱいで、何もない。コカ・コーラなくなった。困ったなぁ。帰りすぎないといけないなぁ。今日の天気は？金なくなっちゃったよ。無理だもんね。明日も曇りかよ。だから雨ばっかりしたな。ダメだこれじゃ。一生いっぱいだもんね。じゃあちょっと他の見るね。他の見るわ。投資数多いのね。扇風機パソコン用に冷やしてるのね。で、こうだから、12じゃ出てこないんで、6とか4とか。6だね。8でないか。8では、8ではこんな感じだね。8では、8のこれではどうだ？これ。8ピップスの 75% 以上。これでやってみるか。ね。これも出てないね、そうだもんね。ね、これない。これ見んのかな？どうだろう？こんなので見るんだね、大体ね。8ピップスがいいか。違うのすごいね、こんなね。これは多く出た。これはどうだ？これはなんかカチコチしてそうだけど、凝ってんのかな？気持ちよさ。これさ。着物は？着物って言ったらね。OK。これカチコチしてる。で、これ出てないで言ったら、これも負けてるね。これでも負けてる。だ、一緒いっぱいだね。これも負けてる。
今のところいっぱいだね。あ、これ買ったね。あ、これは違うわ。前のだから。入ってないです。これね、これね。これ3個買えた。今いっぱいだからね。2回買って、ね、これでいっぱい一勝だね、トータルでね。あ、これで負けてる。あ、負けてる。これでゼロだな。これ全部、これだと、勝率0-0、タイだから、手数料だけ負けてると、ダメだね。8ピープスの75ダメ。どうすんだよ。うん。やっちゃうな。これじゃタイだもんな。これ全部やめて。これ左の会社のパソコンだからめんどくさい。ゲーミング用の高速液晶のパソコンだから、テレビだから、液晶テレビだから、ダイレクトつけてないから、なんかベルとかのグラフィックコントローラー使いやすいんだから。そこ4ピープスで、4ピープスの6、4ピープスの 80% 以上で 90% 以上で6にしよう。これ本当に 90% 以上、これどうじゃない、いいんじゃない、これでどうだ。このね、YouTuber のアクセスは30万までというふうに決めることにしてるんでね。広告宣伝のね、商売でやってるから全然ね、広告料が、広告つけても全然、会社が利益にならないんで。
アクセスをメインにしてるから内容がもうめちゃめちゃだなんだね。さあ、この球児はこれは勝ってるね。勝ってるね。11ね。11ね。3個負けてて。これ、わかんないね。まあ、これで見とくかな。わかんない。まだわかんない。これ聞いてて、落っこってるから。まあ、これで見ときましょう。で、今週だとここで見ればもうわかるから。それか今だから、先週の分が入ってるから、わかんないんだよね。で、ここで利益で見ても、ずれてるからわかんないんだよね。ここでちょっと監視しておきましょう。4ピップスの 90% 以上。ね。以上です。